紫のラインで囲まれた範囲が世界遺産の登録範囲ライン警告中流上部はドイツの世界遺産の一つ。ラインダントプファルツ州の都市であるコブレンツとビンゲンアムラインの間のライン側の 65km の警告のことを指す。登録範囲は272.5平方キロメートル及び干渉地帯は約346.8平方キロメートルに及ぶ。 2002年に地理学的、歴史的、文化的、産業の分野の複合的で独特な景観としてユネスコの世界遺産に登録された。戦死時代よりライン側は中央における交易の重要な通路であり、ライン側の堤防に連なる形で小さな集落が形成されてきた。時代が進むにつれ多くの城塞が建設されるようになり、新生ローマ帝国時代は、 この地域は帝国の中枢となった。30年戦争中に多くの城塞が廃墟になったものの、渓谷に沿ってのクルージングが現在では盛んな地域であり、今もなお古城、古い街並みを残す都市群、青道、修道院といった中世以来の景観が残されている。この地域はフランスとの国境だった時代もあり、19世紀には、 プロイセン王国の領域となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。